どうもハンサムクロージーです。はい、今日はなんとモスバーガーの限定メニュー買ってきました。トマトのハンバーガーです。そう、トマミバーガーです。具材をトマトで挟んだ誰得に登場した幻のボツメニュー、トマミバーガー。トマト、ハンバーグ、グリーンリーフ、あと輪切りのトマト、スライスチーズ、マッシュポテトも挟まってます。ソースは醤油ベースの和風ソース。どこの店舗でも1日40食限定で4月11日から17日まで販売されております。これ実は東京都内のある1店舗でのみ限定発売されてて、まあ、僕も買いに行ったんですけど、数量限定で買えなくて、で自分で作っちゃったっていう動画もね、前作ったんですけど、美味しかったですよね。まあそれなりに、でもね、絶対これをこの方が美味しそうだな。やっと本物のトマミバーガー食べれるぞということで、じゃあ食べてみましょう。トマミバーガー、硬い感触があります。で僕は本当トマト大好きなんで、トマミくんです。僕あ、出ました。おおおお、すごい、やば、完全にトマトです。中身をちょっと見たい。あ、ここなってた、すごいすごい。実食してみましょう。これめちゃくちゃ食べづらいと思うんだけど、こういう感じで持ってかぶりつくぞ。未来の食べ物、赤い玉ですからね。あ、ちゃんとトマトヘタをくり抜かれてるんですね。いただきます。うん、おいしい。うん、うん、うめえ。トマトがほんとおいしい。完熟トマトっていう感じで、青臭さはね、もうほんのちょっと、ほんのちょっとしかないです。全くないってわけじゃないですよ。でも、もうすごい甘いフレッシュなジューシーなトマトで、すごい美味しかったです。形も可愛いし、醤油ベースの和風ソース、これは結構スパイシーで、トマトの果汁にはちょっと若干負けてますけど、果汁と混ざり合った時の味がすごい美味しかったですね。マッシュポテトもね、クリーミーでアクセントになってるというか、ちょっと違う味と食感が入ってくるので、それも良かったです。でも一番はやっぱこのハンバーグ、お肉とね、トマトがこうジュワッと合わさった時のうまさ、これお肉2枚欲しいですね、僕は。わがままを言うと、その方がもう全体がめっちゃ美味しくなる気がする。まあ、トマト分が多い分ね、炭水化物はね、じゃがいもしかないですから、これはもう体にいいですよ。体にっていうか、まあ炭水化物抜いてるよみたいな人でも食べやすいんじゃないかなと思いますし、リコピン大変取れる。トマミバーガー、ごちそうさまでした。最高に超美味しい、僕大好きです。中ハンサム、値段が750円っていうのがちょっとね、高いので手は出しづらいですけれども、すごく美味しかったので、気になる人はぜひ売ってる間にモスバーガーに行ってみてください。あ、美味しかった、ハッピー最高だ。いや、自分で作るやっぱり美味しいわ。トマトの、やっぱトマト自体の美味しさが違いますね。選び抜かれたトマトって感じしました。最高です、ごちそうさまでした。というわけで、以上ハンサムクロージーでした。バイバーイ。